懐かしい懐かしい懐かしいって何4人どういうの店え、てか夏の真ん中でもあ、大丈夫です。主役は君たちなんで。あ結構令和層は一番伸びてない人を真ん中に持ってくる。あー支え上げる支え上げるみんなで。あとは令和層ポーズ。あ、傾くあ、そう、それも撮ろう。令和層ポーズさん、L か違う、レで。はい、じゃあ、レオソーポーズ。左を裏、左裏。左裏。T-E-M-V-T。オッケー。ちょっと一旦見てみる。いいなぁ。オーディション概要イエーイ。募集要項を発表したいと思います。はい、応募締め切りは2月29日まで。だいぶ早いですね。結構早いです。だいぶ早いです。ただやる気のある人はもう短くても多分応募してくれると思うんで。そうですね。はい、でも本当に YouTube チャンネルって作ろうと思えば10分ぐらいで作るんじゃん、うん、あれって意外と、うんうん、確かに確かに。初めての方もぜひ応募してください。はい、応募の方法は概要欄に応募フォームを作ってます。まずそこに応募してもらうのと、アピール動画、はい、それを、作ってこの動画のコメント欄に貼り付けてください。URL をってことですね。そうそうそう、はい、おお。で、それを、僕らも見るし視聴者のみんなも見て、第2次面接が3月の8日頃だと思うんですけど、はい、合格した方のみにご連絡を差し上げます、うん、はい、連絡が来なかったら、はい、もう終わりというか。その通りでーすじゃあちょっと、うん、皆さんで決めたやつ一人ずつ発表していきますか。令和層より次世代のスターを輩出する、自分でなくてもいい声、はい、これが理念ですね。はい、一番重要なところ、うん、自分じゃなくてもいいから、うん、もう誰かをスターにしよう。そうそう、その人がスターになってくれば、はい、僕たちは恩恵に預かれるんで恩恵に預かれる前提でいきます。もう恵みをもらえるんで、ね、前回も言ったけどピコ太郎理論条件ですね。ここ条件が今から並ぶんですが、はい、一つが成人して自立している方、はい、そうですね、20歳以上、はい、酒、タバコ、NG、そうですね。トップを取りたい分野がある方、はい、はい、P さんはゲーム、はい、僕は無職、はい、俺はブログっていうあんのかなそんなジャンル。家賃5万円、教育費1万円を払える方、はい、はい、和を大切にしメンバーの成長に進んで協力できる方よ、うん、はい、そう、これも本当に、はい、令和層はみんな協力して、うん、みんな伸ばし合うっていう、そうですね、そうですね、ライバルじゃないですよ、みんな、はいはいはい、みんな、みんなジャンル違うわけですから、そうそうそう、取り合うことはないですから、そうなんです、違う分野でみんな頑張ってるっていう感じなんで、はい、ぜひ皆さん令和層は箱推しでお願いします。お願いします。やっぱね、みんな協力してやっていくんで、はい、ね、みんなを応援してあげてくれた方がなんかコミュニティの雰囲気が良くなるかなと思って。そうですね、いやそうですね、そうそう、私はこの人が好きだからこの人だけ応援するっていうか、もうみんな応援して、はい、うん、まあ、もちろんそういう人もいてもいいんだけど、うん、まあ、そういうのは個人のチャンネルもあるから、うん、その個人のチャンネルをもっと熱心に応援してもらうとか、うん、そうですね、チャンネルこれからメンバーも増えてきて、うん、だけどまあみんな平等なんで、だからなんかあの人だけ伸びて私の推してる人が伸びないのはおかしいみたいなことはないってことですねそうそう、やっぱみんな仲間なんで、ここは、はい、僕らもあいつだけ伸びてとかじゃなくて、そう、あ、伸びてそう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 、まさにそれ、伸びたら喜べる関係性を作りたいんで、はい、そこはもう徹底して守っていきましょう、はい、東京も23くらいなんで、はい、アクセスはめっちゃいいです、いいですね応募動画、ここに貼り付けてもらうんですけど、タイトルを第1回令和層オーディションというタイトルで統一して、はい、皆さんアップロードしてください、うん、おー、なるほど、そう、だからもし成功したら、まあ2000個ぐらいの動画が令和層オーディションで広まる可能性がある。あまあ失敗したら2ですね多分失敗したら2動画でもガチで俺2、3個じゃないかな二次面接もあの東京都内でやる予定なんですけど、うん、例えば地方に住んでるとか、うん、あの予定が合わないって方はスカイプとかでも、うん、ああ、はい、はい、いいですね、うん、令和層オーディション開催わあ、ちょっと待って、ちょっと待って、全員怖くなってる。内藤さんの誕生日プレゼント何にしようか。席会とイベントがあって、これはウームが主催でやってくれるんだけど。はいはいはい、何がいいですか、ね。難しいよね。あのクラスになってくると、あ、まあお金は多分あるじゃないですか。そうですね。そうなってくると、うん、欲しいものってすぐに買うと思うんだよ。じゃあみんなで手紙を書くのはずいなー。あー、でもそういう系が逆に内藤さん熱いから、確かにああいうそういうの好きだよな、あの人。僕が何で、汗
朝活の方でも確かね、はい、やるんですよ何か。あ、そうなんです、ね、そう。でそっちも何をあげるかまだ決めてなくて、はい、何を。矢崎さん、内藤さんと結構付き合い長いんですから、そう、今までのパターンとかないんですか。今までのパターン、はい、誕生日のお祝いのされ方パターンというか、で内藤さんがリアクション結構良かったやつのパターンとかないんですか。なんだろう。縦読みにすると内藤さん誕生日おめでとうって。あ、それいいじゃないですか。概要欄の縦読みしましょう。いいかもですね。今年2020年の内藤さんの誕生日っぽいですね。あ、確かに2020年に流行ってる縦読みにかけましょう。そう、マックとね、それにしましょう。そうしたら動画見てる人には別になんかその、うん、内藤さん知らない方がもしいたとしても全然違和感ないし、違和感ないし、はい、概要欄を見てで、わざわざ見るような YouTube 好きな人は内藤さん知ってるはずですね。うん、気づくだろう。気づく。ああ、じゃあそれにしましょう。縦読みにしますか。はい。いや、俺本当に走りたい。あ、本当ですか。うん、じゃあ一緒に走りましょう。走ろう。ここなんですけど、ちなみに。あ、いいじゃん。わ、すごい。グリーンカレーとか。いいね。怪しげー。怪しげな。え、ここ美味しいよ。あ、本当ですか。え、行ったことある。どうします、パッタイ。いや、パッタイで。負けた人がパッタイ。カレーじゃなくてパッタイで挑戦する。はい、いいですね。最初はグッ、じゃんけんぽい。アイコンショッ、アイコンショッ。いや、そこはやっぱグルメなんですから。僕はもう味分かってるからね。分かってる。知ってるんかい。最初はグー、じゃんけんほい、アイコンでしょ、よし。うわー。ということで、今回カレーは食べられず、ヤザキング、パッタイ。パッタイ、でも味知ってるからね。確かに知ってるよ。味知ってるね。うん、タイ料理好きだから、うん、あ、そうなんですね。はい、じゃあ、僕らはカレーにします。みんなカレーにしましょう。じゃあそうしましょう。注文しましょう。はい。おお。はい。でこのね、米粉の麺なんですよね。米粉なんですね。はい。普通に美味しいんだよな。すごい。この真ん中もこれなんだ。タンドリーチキンじゃん。ああ、なるほど。いや、なんかお裾分けしなくていいんですよ。ね、なんと。はい。令和荘で一人大きな仕事を掴んできました。うん？お、誰だ誰だ。なんと矢崎君が、うん、東京ウォーカーで短期ですけど連載が決まりました。おー、すごい。めっちゃすごい。東京ウォーカーってさ、誰しもが知ってる雑誌じゃん。そう、誰しも知ってますよ。そう、ラッシーだよね、やっぱり。あ、ラッシー、美味しい。マジで美味しい。ラッシーも美味しいし、ラッシーも美味しいし、幸せですね。その東京ウォーカーにはいつから連載なの。は、一回、僕プリン結構詳しくて、うん、僕がおすすめするプリン5000みたいな記事が、2月に出て、うん、で4月か5月ぐらいから連載がまた別にちゃんと始まるっていう感じです。ツイートを見てください。いや、すごいですよ。うん、これはさ、やっぱレオソのいいところで、うん、同じ活動してたらやっぱ一つの高校の仕事しかないんだけど、うん、みんなが別々のスペシャリストだったら、うん、いつのところから露出できるんだよ。確かに。おはようございます。今日は久々に早起きです。何時ですか今。今朝の8時半ぐらいか。8時半です。なんとデザインの会社に訪問して令和荘のデザインを書いてもらっている。うわー。そうすると打ち合わせで、でどんなデザインにするかっていうのはまだ全然なくてもう全部丸投げ状態なんだけど。そうですね。ちょっと話し合って、うん、その様子もねお伝えできればなと思っております。いいんじゃないですか、これ。あ、ありがとうございます。絵的にどうですか。大丈夫ですか。最高です。よし。ということで、はい、プロリズムさん、プロリズムさんにお邪魔して今デザインの打ち合わせをさせていただいてます。お願いします。お願いします。お願いします。まあ、どういう写真を撮りたいか。なんかこう、みんなで肩組んでとか仲間でみたいな感じだったら多分繋がってない。そうか、仲間、そうか、これみんなで頑張れて、あの、別に蹴落としってわけじゃないけど、そう、そう、一人ずつ抜けていくみたいな。かわいくない。かわいい。お花茶屋駅打ち合わせ行ってきました。行ってきましたね。いや、ものすごくいい方たちですね。ちょっとすごかったですね。すごかった、はい、なんかむしろ俺たちよりも前のめりで、はい、もうぜひやりましょうみたいな。はい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 。いや、ありがとうございます。楽しかったなね。で、モナさん、うん、
が今度下見に来て、はい、よりデザインをね固めてくれるってことで、はいはいはい、その日程もねまた決めましょう。決めましょう。で見てこれ、えバレンタインデーなんで、でゴディバのチョコもいただいちゃって、これが社会人ですよ。ザ・マタゾー、はじめまして。はじめまして今日僕はねマタゾー君にどうしてもカレーをねご馳走したかったんで、カレー会です。そうだ、またぞうくんのあの音痴の動画面白くて、で俺たちでも参考にさせてもらったんだけど、それきっかけでちょっとダイレクトメッセージをねやり取りして、でどうしてもカレーを食べてもらいたいってことで。そこなんですね。そうそう、またぞうくんが誕生日プレゼント、はい、ありがとう、わざわざバームクーヘンなんですけど、ありがとう、よかったら食べてください。嬉しいです、ありがとう。もう令和荘とか、ね、自由に遊びに来てください、はい、みんないるんで。始まりましたかね、まあ、そうです、そうです、今日実はレイアソチャンネルが始まった、はい、2月の16日、はい、見た動画、あ、見ました、めちゃくちゃ編集良かったよね。そうです、なんか深夜番組っぽくなってました。あ、そう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 、はい、なんかこう、なんだろう、テラスハウスに近いものもあり、はい、なんか今の YouTube にはちょっとない空気感というか、やっぱないと何か、さすがやで、さすがです。いや、すごかったね、ほんと。いや、令和荘チャンネルができて、はい、また令和荘チャンネルきっかけで集まってくれた人が、はい、多分コメント欄から僕のチャンネルに飛んでくれたりして、今チャンネル登録システムまた、あ、本当ですか、グッと、僕まだチェックしてないです。いや、多分増えてると思う。本当ですか、皆さんの期待に応えられるよう、はい、まあ、かといってそのね、ちゃんと自分たちのやりたいことを負けずに、そうですね、まああくまで進んでいくらしいんでね、はい、いや、僕はだからもうこの部屋でただゲームをします。そうそう、そう、Pさんの狂気じみたところをね、はい、カメラに収めていけたらと思いますんで、熱く語ってたら撮らなきゃ撮らなきゃって。いや、だって頑張ってたもんね、シャドーバースも。そうですね、だから無課金で A までいけたのはだいぶ僕は嬉しいです、ね、あ、そうなんだ、じゃあもう、はい、まあ、課金をしなくてもちゃんとこう、はい、面白いゲーム、そうですね、それがシャドーバース、シャドーバース。案件お待ちしてます。案件案件チャンネルで言うな。案件が欲しいですか。案件が欲しいでゲス。もう絶対来ないよ、そんなの。顔なんちゅう顔してんだ。美味しそうだなっていう顔ですよ。そんな顔してたか。うまそうだな。やべえ顔してたぞ。お昼ご飯を食べに来ました、はい、ラーメンを食べに来ました。あ、やっぱ家系の濃いスープは最高ですね。うまいよね、はい、寒い時に最高だよね。はい、うまっ。令和荘チャンネルが1万人来ました。ありがとうございます。みんなありがとう。これからも令和荘は世間にも社会にも何にもこびず、自分たちクリエイターがやりたいことを発信していきます。令和荘は箱推し、そして、新規大歓迎なのでね、今ね登録してくれてる1万人はね、もう一番初めの新規です。なのでみんなで大切にします。でも新たな新規が入ってきたら、その人たちをもっともっと大切にしていくっていう、その輪をね、サイクルをね、大事にしていきたいなと思ってます。みんなのこと大切に。みんなとりあえず1万人ありがとうございます。ありがとうございます。なんかたらこれみたいな、なんかな、そうそうそう、そういう感じじゃないかなと思って探しに来たって感じです。なるほど。ここだけでもここからなると、なんかすっごい住宅感がある。そうなの。へえ。ここが、はい、ヤザキングさんと、はい、それから管理人の方、はい、それからゲストルームの3部屋が、うわー、質素やな。でもめっちゃいいじゃん。そうよね、めっちゃいいっすよね。ちょっと独房みたいな感じ。全然物がない。そうなんですよ、僕物置かないんですよ。次は僕と P さんの部屋です。はい、何回、5階か、5階になりますね、絶対に言うと。今がお邪魔します。あれ、めっちゃ綺麗になってる。いや、ほんと足の踏み場もないぐらい汚かったんですよ。そう、これなんで今綺麗になってるかっていうと、ミニマリストの、はい、人がいて、その人に全部片付けてもらったんですよ、この部屋。めちゃくちゃ、あの、このぐらいのゴミ袋5袋出てきて、全部捨てました。もしや、はい、ねえ、いいよ。今でもしがみついてる、このピースの。
忘れられないじゃん。熊谷営業所、奥山かやうわぁランキング3位なんてすごいね。すごいよね。あ、失礼します。広っめっちゃ気持ちよさそう、ここへ日当たりがいいから日当たりめちゃくちゃ朝日で目が覚めます。面白いね、同じ階なのに、はい、ここようで隣はワンみたいな。そうね、そう全然違う。確かにこここっちが、一応撮影部屋というか仕事部屋にします。ここでハイフォン持って撮って撮り終わったら、普段はここにパソコン置いてます。はい、こうやる。いいですか、はい、大丈夫ですか、裸足になっちゃうんですけど。全然ワイルドなんで。羨ましい。屋上やっぱいいですよね。一番いいですね。うん、開放感あって、バーベキューとかしたい。そうだな、無職だし、なんか最高の昼寝の動画撮ろうかな。ここでいいじゃん。なんでやるかったんだろう、今まで。最高の昼寝場所を使って。